とはいえだ。そなたの顔色は未だ健やかではない。今はおとなしく休むがよい。うむ、砂糖をまぶしたレモンなど持ってくるか。あ、待て、うん、万全でないのは気にか。そなたが嘘を言わずに正直に言って、いつもより2倍。こうなったそなたはてこでも動かぬからな。見ているがよ、玉座に世があることで。やはりキャスターのことともあれだ。ムーンセル中枢にもアクセスしてみよう。二つ目のレガリアのこと、もう一人の奏者のこと、どちらも調べぬことには。レガリアの所有者はあなたです。それは月の聖杯戦争を経て確定された事実。サーヴァント・セイバー、あなたは確かにセラフの神王であらせられる。ですが現在セラフには致命的な異常事態が発生しました。我が陣に先触れもなく。貴様、見ての通りキャスターのサーヴァントですので、我が神明で答えましょう。システム更新？しかしここにたどり着くまでこれほどの時間がかかろうとは。今までシステム管理者の権限に甘え、おっと、こちらの都合はまた後で。待て、アルキメデスとやら。貴様。はい、おそらくそのアルキメデスかと。いや、当然だ。ローマで貴様を知らぬ者、後に言う。早すぎた天才というやつ。しかし先ほどの言葉は聞き捨てならなかった。顔見知りですとも。私はん、しかし奏者は学士殿のことを知らぬようだ。ではなく、ではあるが、世の陣に難なく足を踏み入れてみせるとは。混乱させて申し訳ない。予告、神王よ、どうか弁明をお許しね。うん、無下にその首を落とすことはできん。では改めて自己紹介いたしましょう。すでにお気づきのことでしょうが、はぐれ。いいえ、私は初めからマスター。私の役割はムーンセルのシスト。うむ、月の聖杯といえどもシステムであるからには整備は。次の14000年という時間、あなたたちの勝利によりセラフの運営は変化し、この2つは本質的に異なるものである。進まなかったという口ぶり。その通り。今やレガリアこそが14000年ごとのシステム更新も、すなわち私が自らの召喚された目的は、うむ、正しくシステム更新が行われていれば、敵による敵との、名称、所属、目的は不明。王権登録、巨大にして異様の何者か。適正プログラムか不明です。まるで神代以前の。そうなのか奏者。お互いに無事で何よりでした。それこそが現在の異常事態を引き分割。はい、
ご推察の通り王権登録を得てもう片方をあのキャスター奏者をムーンセル中枢で襲った敵とやらもあやつであるに違いない、うん、ムーンセル中枢を襲った敵は強力でした。私の命からがらかろうじて命をつなぎながら古代ギリシャに名高い大天使画家に要はレガリアの片割れを奪われた件はもったいなきお言葉です。ネロ陛下、その伴侶たるマスターを守ることはシステム補助要員としては当然のことです。何しろ正しいのですから。数学的に正しい形、秩序ある王国こそ私が使えるもの。ですのでどうか私のことは、うん、まさしくお言葉の通りサーヴァントキャスター、その身命。やはりか。記憶の欠落がある。おそらくそれは構わぬ。では神王の予想通りの回答を。我が固有スキル術理解明によって現在およそ1000電脳体を構成する要素の一種、実経験それだけでかろうじて存在し、要素一つだけ、はい。それでも精神はその重要性に反比例するように、数値的な角度が記憶や経験情熱は人格をなす最も重要な、例えば魂のような、許す、消え失せるのみ。消えてしまうというのか。ならばキャスターの連れていたのは、はい、レガリアと共に引き裂かれ奏者よ、そなたは微笑んでみせるのだな。微力ながら私も力を貸し、一刻も早くレガリアを一つに。うむ。世の半島のおよそ半数、まったく忌々しい。うむ、確かにずるが、そなた強気なのだな。当然だ、誰よりも。そしてそんな、なかった。うむうむ、世はそなたのとローマ帝国第五大皇帝にしネロ・クラウディウスがここに世はそなたと共にセラフと世の国取りの始まりである聞こえますか、神王よ。決められし力？ご推察の通り。で、ムーンセルから直接？神王、そしてお二人のリソース。うむ、ここ。
起爆がよい。はあ、着替えいくつ。クレメール。こうなったら夜は止まらぬぞ。ここから攻めるぞ。見つける。そこを動くな。このエリアはそなたに捧げよう。間に合ったようだな。今回の雇い主は働き者で結構。敵の戦力は大きく削がれたはずだ。仕方ありませんね。面倒ですが私がお相手しましょう。戦線を維持できずとうとう出てきたか。仕上げに行こう。奴を倒せ。各装置戦況の確認を。攻め込まれている自陣があるようだぞ。サーバント短期でここまでやるとは呆れ。相手感心しましたよ。私の毒は甘くしびれますよ。たわいもない。勝者よ、このエリアをそなたに捧げよう。いい成果を出したようだな。こちらも見習おうとしよう。怪しきライバル、味わい深い結界であった。だが容赦はせぬぞ。この運命そなただが容赦はせぬぞ。帝国の損害は貴様の体で払ってもらう。どうぞご自由に。あなたに私を倒せればの話ですが。やるものです。敵ながらお見事でした。ところで奏者よ、わかりやすいであろう。
いや、しかしキャスタ、さて九段の玉も僕の全ては私の。ウィザードもサーヴァントもないわ。このセラフの、いいえ、全貴様は、そう、私ピンクの魅力、ダークエリ、もしくはダう、うん私こそセラフ全土を脅かす。ダークエリザベートか。ダークエリオ、もしくはダーク、まさかこの完璧な、そう、通用しなかったのだと。姿は多少変わっているようだが、貴様はまず、それではライバルよ。セラフ統一の暁にはいずれまた、合同ライブ、じゃなくて、ん、運命の激突なのよ。私とアナ、セラフのトップアイドルを争うライバルとして、そのレガリアを渡しなさい。いや、それは無理なのだぞ。な、何よ、たっぷり魔を持って、だってあなただけが王だなんて。むむ、大王とな。胸の話をしてるんじゃないわよ。であるな、悲しいが。分かってな、私はセラフのルールになんて縛られない。ムーンセルフもはるかに超えてみせる。どこかで聞いたような、恐怖の大王、あの予言を真実にしてあげるの。パクリか。あ、またフルネーム。まあいいわ、私はもう敗北者だから。誰であろう、私に逆らうなら。エリザベート、いや、しかし、よも、そう、今日のところは、や、気分はどうだ、奏者よ。要はな、すこぶる調子が良いのだ。今も高ぶっているのだ。理由は、そ、思い返すまでもなく、世の全身を包んで。あの時は一、この高ぶりが伝わるだろうか。感じたであろう。そう思うとな。そなたは、どうだ、やましいことなどな。私はおそらく今なるべく目を伏せないでほしい。いや、正確には私にとって感情と呼ばれるものはだから。なのにお前は私を見、それを忘れないことだ、マスト。そうだ、ああ、まったく。どうしたのだ、奏者。ああ、白い少女とな、めまいの後に見えたと。奏者よ、いかに体調が悪いとは、何もほんのわずかなめまいの瞬間に、うわっ、そういう話をしているのでは。それはもうワンワン泣くぞ。もうダメだ、やはり耐えられぬ。
泣かせないなどと言って、いや、情熱が形に。今のそなたはおそらくあらゆる事態に前のめりなのだな。意をたっぷり高ぶらせたり戸惑わせたり好き放題して眠るのだな、勝者。よい、そんな勝者も世は好きだ。だがこの借りはきっと返る。さて、今日神王オン自らによる快進撃に拡大しつつあるセラフの新規領域の、それを含むセラフの全領、これまでの戦いで全領域を掌握、すなわちすでに7割を落としていたか。バーサーカーもライダーも手強い敵将であっ、キャスター目の武将もしのぎ、奏者よ。うむ、我がま神王。うん、どうしたガウェイン卿。それはご容赦いただきたい神王。我が強烈な魔力を感じ取り、もったいぶりで。我がホームたる太陽の聖剣ガラティ、その力に近しい。おそらくは相当に強力なサーバント。それもどうか進軍にはご注意を。まったく、まあよい。神言と旅の国取り。しかしこれ、要はそなたの体が死ん、なんという強気な。そだがそれがよい。うむ、そういうことなら、ま、しかし他でもない、キャスターのもとに。うむ、のだが、悪辣極まるキャスターとは、いや、ないと思いたい。その言葉、しかし真相は闇の中だ。
お守らに十分注意されたし。なードとガウェインめは言っていたが、胸がたぎるな。アポロンの輝きと。そうであろう、奏者。世をどれだけときめかせれば気がす。世の方はほてってしまって、まさにアポロン。まずみだ、奏者。人目がないからと、よくもまあ堂々血の涙の果てに私が望むものを持ちながら、それが今この時にあっては、いよいよもって遊びは終わり。おとなしく残りの領域を返すがよい。やれやれ、彼、ま、時にその愚かしさが羨ましくもありますけど、たまも、ま、それはそれ、これはこれ。まさか私の尻尾の一振りで。ち、貴様こそ覚悟せよ、キャスター。おうさ、望むところです。ば、というか、言うにこと書いて、二つの太陽がもたらす圧倒的火力、それまでどうかご辛抱をば。あー、ダギツネ。そ、あなたがたどり着ければの話ですけど。本陣への道が開いた。一気に攻め込め。本当に目障りな方ですね。私も思う。いいね、軽い腰を上げましょう。いらっしゃいまし、哀れな賊ども。強いわけではないのです。
よくやった奏者。勝負あったな、キャスター。よと奏者。なぜまた私はかなわぬ。いざ覚悟。でもそんなご主人様も、私も覚悟を決めました。かつて狭間で告げた言葉、私は待て勝ったなのに、どうして我が奏者と貴様。そうは言われましても、ご主人様が なんと卑怯かつ的確な攻撃か。聖母さん、分かっているくせに問うでない。これよりあとは貴様も世の死、もう一人の奏者を奪うかど。要は寛大な。さすがはムーンセルに認められた聖。失礼いたします、神王。そのためこうして馳せ。それは構わぬが、気を。キャスターよ、依存ないな。仕事。キャスター、賜物まで。どうかお喜びいただきたい。消滅の危機は免れるの。何。はい、無論です。待て、待つのだ。ならばいいえ、冗談はそこまでです。せくなバカ者。のにも食えちゃった小豚を一つに戻す。むしろ干渉よ、わかる。つまり支配者とは冷血。さあ、誰も彼も何なのこの光。まさか資格のないものがつけたら天罰が落ちると。今のうちに。なんと上際が悪かろ。何をおっしゃるの。こちらのご主人様についてはご安心を。そちらはそちらでご勝手に。でもこれでか。待て、言うだけ言ってき。私の輝きを支えきれない指輪。度量も知れた。バカはそちらだ、エリザベート・バート。
かな。これでは意味がない。砕け散る。なぜ破壊など起こり得る。二つに分かたれようと一つにと。バカ者、今分かっておらぬのか。そなたが消滅してしまう可能性は。うむ、歩き目です。まずは世の自陣へ戻るぞ。御意。何、これは決して落胆混じりの帰還。私は大王である。私は破壊である。破壊の剣の一振り。神明解放なし。なんだ、なか、いや、そっかの白色の英霊にアルテラと。姿を見せる自由は。よう知らぬというのか、奏者よ。精神であれ魂であれ、共に戦ったよう。共に。女、我がマスターに声をかける。奏者よ、動機よ。余儀なくされるとは。これでは百戦錬磨などほど遠い。何を言う。助かったのはそなた。本当はこんなことを言いたくはなと胸を張りたいのだが、まったく。
日々の戦いご苦労である。うん、それとも寝物語。よし、芸術の神ミューズよ、我が喉に宿れ。月、全力で行くぞ。なんとこの寝たこと宴とコロッセオは、うむ、世の五番から先は次の楽しみにと。新たなるセラフは地上に様々な地域があるのと似たい。例えば茶葉の取れるそのあたりは世にもよくわからん。これは神セラフは地上のあり方を滅びの浮き目に合っているという。空に星、地には花ではまずはあの狐目の領域だ。そういえば奏者よ、学士殿曰く魂と。そうなのだ、そなたは元から、あ、いや、そうでありながら魂の奏者はキャスコメに流されているように、ある種の本能を刺激されるような。奏者よ、そういうことなのか。まさかそのように。あ、世には断ずることはできぬ。奏者よ、我が傍らでこうして寄り、だからこそそうした物言いもこんなにもまっすぐに向けてくる。世は熱に浮かされたものの弱みにつけ込むようなもの、ゆえにそう、このセイバー、この後には何があって万が一にも、だから不安など感じないでほしい。